あら、今日も社畜やってるか。厄災が帰ってきた。しばらく見ませんでしたけど、何してたんですか。アメリカに出張だ。いいな、僕も行きたかったです。遊びじゃないんだぞ、こっちは日夜観光やグルメ、ギャンブルに忙しかったんだ。たっぷり満喫してんじゃん。日本では当たり前なのにアメリカにないもの。あざし、青キャサー、この前はベリーサンキュー。おかげで投票めくられるだけで済んだぞ。何があったんですか。業務中に悪びれなく使用電話とはな。違うぞペンギン。何か。これがアメリカンだ。アメリカでは仕事と同じくらいプライベートも優先するんだ。仕事中の使用電話はごく当たり前のことだぞ。なんか中途半端にアメリカに影響されちゃったみたいですね。今日から某企画は自由の国アメリカになったと思え。なんだこのアナーキーな命令。チップ制度。上司さん、お茶をどうぞ。テニュー、褒美をやろう。え、これ何ですか。今日から某企画ではチップ制度を導入することにする。アメリカでは感謝の気持ちを込めてお金を渡す文化があるんだ。確かに聞いたことはあるが。まあチップというには大げさだが受け取ってくれ。上司さん。僕も欲しい。いいね、社畜くん、いくら入ってたの。あれ、サービス券。不愛想なラーメン屋の主人が半笑いで接客してくれるサービス。限定的すぎるだろ。上司が現金くれるわけないよね。しかも使用期限が1年前です。敬語。パンダ、今日中にこのカーディガンについてる毛玉を数えておいてくれ。僕、今日なんだか目が開かないんですよね。おい、ここアメリカなんだから堅苦しい敬語なんですか。え、上司でも部下でも関係なくフランクな態度で接するのがアメリカ流だぞ。今日から某企画では敬語禁止だ。へえ、いいですね。皆さんともっと仲良くなれそうです。今から敬語を使ったやつは1000円罰金だ。え、罰金高くないですか。そうですよ、せめて100円とか。改革には多少の犠牲がつきものだ。多少じゃ済まないから声を上げてるんだよ。じゃあ今からよーい、さあ。どしゃまら、何か喋れよ。こうなるに決まってるだろ。アメリカにないもの。メンバイ、コーヒー買ってきました。おお、ありがとうな。ここに置いておきますね。メンバイ、ごめんなさい。なあ、大丈夫だ。ポケットティッシュはあった。あれ、ない。さっき駅前でもらったのに。ちょっとペンギン、あっちの棚に置いてた輪ゴム知らない。俺は知らないぞ。あれがないと指ピストルできないじゃない。くだらな。まだ、どうしたんだ。上司、輪ゴムが見当たらないんです。さっきもらったポケットティッシュも。あ、それなら捨てておいたぞ。え、なんで捨てるんですか。ここはアメリカだぞ。現地にないものは全部処分した。思考が荒々しいんだよ。あと爪切りと電気ケトルもみんな捨てておいた。そんな。じゃあそこにある大量の回路は。冬の某企画は底冷えするから。あれはアメリカにはないぞ。なーに。じゃあ明日からヒートテックでも来てくるか。それもアメリカにはないんだよ。なんだと。今年はどうやって冬を越せばいいんだ。爪が甘い。トイレ。あー、どうしたんですか。今月の給与明細見た。まだ。自分も見てません。支給額がすっごく少ない。いつものことだろう。違うんだよ、ほらここ見て。水道料金で8万円くらい引かれてる。なんだこのしびれる額は。ちょっと上司、この水道料金って何ですか。これは先月お前がうちのトイレを使った分の料金だ。まさかトイレに金を取る気か。アメリカでは当たり前だ。そんな。あとお前らがここで飲んだ水の料金も天引きするぞ。そんな無茶な。今月から水がつくものは全部給料から差し引かせてもらう。あと週の中日は4倍の手数料が発生するぞ。なんで。水曜日だからな。暴力的な天引きじゃん。交通費。給料は低いし水道料金は引かれるし、日上がっちゃいそうだよ。ただでさえ毎月赤字なのに。おいお前ら、今度は何だ。お前らに言い忘れていたことがあってな。言い忘れていたこと。今月から某企画では通勤にかかる交通費は一切払わないことにする。まさか自腹ってことですか。その通りだ。もしかしてそれもアメリカでは当たり前だ。それ魔法の言葉とでも思ってる。そんなことしちゃったら僕のお給料は毎月マイナスになっちゃいます。そうですよ、自分も生活できそうにないです。会社に住めばいいじゃない。正気の沙汰じゃない。電車のダイヤ。熊手線は何者かが線路内に立ち入った影響でダイヤに大幅な乱れが発生しています。電車遅延してるな。せっかく今日は早く帰れると思ったんですけどね。仕方ない、もうちょっとやっていくか。安心しろ、もうちょっとじゃなくてたっぷりと働かせてやるぞ。は、誰かでは公共交通機関が遅れるのは当たり前のことだ。今日もお前らにはしっかりとサービス産業してもらうぞ。もしかして線路内に立ち入ったのは俺だ。お前何やってんだよ。スモールトーク。
その時俺はこう言ってやったんだ。傘は貸さないぜってな。ダッハー、はあ、さっきから調子どうしたな。アメリカではスモールトークをするっていうのが当たり前らしくてな。何それ。お会計やエレベーターの待ち時間とかに他人同士で世間話することらしい。やばい、こっち来た。えよパンダ、最近どうだ。まずまずですけど。そうか、それは何よりだ。実はこの前ママと喧嘩しちゃってな。その話もう7回目ですよ。はあ、やっ終わりました。ご苦労だったな。この忙しい時にやめてほしいです。この調子だと次は俺に来そうだな。っていうか3人をローテーションで回って早くも5時間くらい経つんですけど。スモールトークとは。そして今日中にこいつを片付けてくれって。誰もいない。あいつらどこにいやがる。おいペンギン、お前今どこにいるんだ。はいだ、パンダもシャシもいるぞ。なーに、そんなところで何してる。バカンスだ。バカンスだと。そんなことが許されると思っているのか。アメリカでは当たり前だぞ。どういうことだ。アメリカの有給消化率はほぼ 100% だ。なんだと。じゃあお前らいつ戻ってくるんだ。有給がたまりにたまっているから1ヶ月ってとこだな。オーマイガー。虫になりたい。なんだ急に。生命力も強いし、サイズの悪いに力持ちだし、何よりかっこいい。ペンギンなんとか笑う虫にしろ。次回、昆虫が地上を支配するとどうなるのか。急に黙ってどうしたんですか、ペンパイ。上司を無視にしてる。プロットスプリングフェスティバル開催決定。今年の春のプロット、なんかいろいろやるらしいぞ。なんかってなんだよ。まずはこちらです。プロットコラボカフェが開催決定。SNS 映えするメニューが盛りだくさん。拡散しないと死亡フラグですよ。そんなフラグある。他にもこの春はコラボがたくさん。6チャンネルコラボも開催されるぞ。残業増えそう。ペンギンさん。まあそんなわけでみんな楽しんでくれよな。ペチペチ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹のパンダか。